共に府中市を本拠地とする東京サントリーサンゴリアス対東芝ブレイブルーパス東京の一戦、府中ダービーの舞台はここ味の素スタジアムです。ここは内側に切り込んでヘッドキャップのサム・ジェフリーズ、ここも縦バイスキャプテンコンピラーホッキンが勝負を出ます。アドバンテージ、見たままのプレーだったかブレイブルーパス。1番の木村瀬名が取りました。始まったら緊張しないのが分かっているっていうのがすごいですね。さあ左足のキック、ルーキー高本のペナルティーゴールで先制が黄色いジャージサンゴリアスです。日本のゆかりがあるこういう選手がいるっていうのはね、まあ、日本ラグビーの幸運でもあるし、そのワーナーがまさに今ワンハンドで手に吸い付きようとしました。さあここブレイブルーパスのお箱でもあります。モールドライブかけていきます。左サイドパスダミーでリッチ、いや見事モールの素晴らしい突進から11番小山敦樹、開幕戦に続いてのトライです。早速ゲームをひっくり返します。開幕のゲームはキック自体はプレスキック7回狙って4回成功。さあこの第2節は最初のキックしっかりと決めてきました。コンバージョンキックも決まって7対3です。リードを広げるブレイブルーパス、いやもう高いではない、自分で行きました。リーチ対フィティサム・ケイン、リーチが奪った、足にかけたのがしかしこちら尾崎誠也、いきなりボールを持った、早くも開幕戦で3つのトライを挙げています。昨シーズンのトライ王は尾崎、山本海出てきた、面白いところ小林健太、うわ奪ってますか、これ寝たままのプレーか。そしてこのプレースキックというのが一つ自分のこうテーマ課題でもあると話していますルーキー高本。左足のキック、さあ連続で決めています。開幕節でも8分の6というキックでした。大幅にメンバーを変えないといけないと考えた時に誰を選ぶのか、確かにこれ、まあ、選手たちもアピールしたんです。そうですね、まあ、サンゴリアスのディレクターオブラグビーではありますが、やっぱり今度はこのヘッドコーチの視線で見ているでしょう。これ山本入れ、あこれキックでした、アウトサイドあえてか。さあボールが当たりました、ジョネナイカムラ、開幕戦では4つのトライ上げている、バウンドしたバウンド受けます。入れ替わりよりサム・ケイン、さあオールブラックス同士のマッチアップになります。リッチー・ボーンが抱えた、リッチー・ボーンを増やしているボールは転がったのがブレイブルーパス側です。さあアドバンテージもらっている赤いジャージブレイブルーパス、原田、そして1番の木村瀬名、走り切りました、トライです。最後は膝をつきながらダイブしました木村瀬名のトライ。さあ前半も残りがあっという間、残り5分切っています。力のところのディフェンスはねブレイブルーパスも強いので、ここはなかなか前進できないですね、はい、ああこちらのステージ手をついてましたね。ジャイル長いパスでした、もう一度後ろに戻す、もう一つ後ろに松島狙って長いパス、
かけたがまたキープ、アドバンテージ見た、さあ右足のキック、マッチバーに入らない、間に体入れた、すぐ蹴り返しますがその前のところを取ります。倒れ込みがあったようです。6点を追う黄色いジャージ東京サンゴリアス、ルーキー高本の左足のキック、フラッグ上がりました。さあこれで3点差に迫ります。木村セナ、後ろに戻す、囲まれた、トンプソン、素晴らしいボディコントロール、うわファイトします、クリバイ、激しいですねブレイクダウン、キックパスター、スペースいいの、伊藤翔平、うわワンバウンドして取った、走り切れるか、斉藤が打っていく、ハンドオフで一つ落として松島が跳ね飛ばし、ここで捕まった、しかしまだキープできている、シャノン・フリゼルもぎ取って離したボール、ディアース、木村セナ、あと5メートルです。今3点リードしている赤いジャージブレイブルーパス、近場アドバンテージも見ています。まだブレイブルーパスのチャンスは続きます。これは原田が行きます。フリゼルもいる、伊藤もいる、リーチもいける、ここサンゴリアス押し返す、さあフリゼルだ、フリゼル届かない、足を押された、アシスタントレフェリーの目の前だったんでそうでしたね、危なかったですね、これすごい、こう TMO が導入されたことも大きいでしょうね。そうですね、今季この人のキックの精度もポイントになりそうです。ここしっかり沈めてきました、26点、2倍からオールバックスキャプテンをここで縦に入れます。これ激しい森川、さあサイドアドバンテージ出た、戻って離したボールノックオンか、しかしアドバンテージを見ていました。さあ高本の正面のキックきっちりと決めて7点差に迫りました。さあワンプレーで追いつく点差、射程圏に捉えた、ナグマフルスブレイブルーパスとの戦いです。ジェフリーズ、そして残り時間が2分になります。ジェスリントラで外した、斉藤行きます、22メートルライン見えてきました、ワントライバーを追いつく、足を取られたか、スローフォワードか、オフロードパスがスローフォワード、尾崎からのパスでした。残り時間が10秒、フェーズは5つ、さあ至極の極上の復讐ダービー、そして時計は80分、ブレイブルーパス東京が東京サントリーサンゴリアスを下しました。府中ダービー制したのがブレイブルーパス、26対19です。でも確かにこう勝たせましたね、ゲッチーム。そうですね、キングですよ、やっぱスタンドオフってね、よくキングって言われるんですけど、今日はキングモウンガでした。